台湾麻雀とは、台湾で遊ばれている麻雀のことであり、台湾では中国語で、朝進むと呼ばれ、台湾語で、麻雀と呼ばれる。日本においては、大朝と呼ばれることが多い。標準ルールと言えるものが存在しておらず、各地に、様々なローカルルールが存在する。台湾新は朝進む規則と呼ばれるものがあるが一、個人の創作に過ぎず、普及していない。 なお、香港式台湾麻雀も存在するが、台湾で慣れているルールとあまりにも違っているので、香港でしか普及していない。以下、台湾各地で共通しているルールに基づいて、台湾麻雀を紹介する。同じ麻雀であるので、ゲームの流れは大体同じだが、大きなルールの違いによって、戦略も変わっており、全く別のゲームと言っても良い。以下、 その相違点だけを挙げる。積も上がりの範囲は手牌とある程度の距離を保っておく。日本麻雀で正しいマナーとして行われている程度よりやや離す。なお、以下の状況では積も上がりが認められない。なお、対局中に投資を示したが結局チーかポンをしなかったらその投資で積も上がりか論上がりをしてはいけない。ただし、ポンや 勘の優先のせいでできなかった地位の投資店は、この制限に適用しない。本節では、台湾麻雀にある役を種類別に並べて紹介する。前述の特典計算にも言及したが、親が、レンチャン N 回目の時に論、つも、報従、質もすると、代が加わる。ただし、便宜上、役のように扱われて、廃局終了時に宣告することが多い。 正家連勝、へしゃげ、正門清室もどく長創高校上階下改定、老月家庭幕府を平和不及人、懇一色、四代清一色矢座一色三、安光四に安光五安光三元拝見風、拝門風拝賞三元大三元小四期大四、規制花々高七層一図花のルールを認めない、場合、宝珠を避けるため故意に反則を犯すことがあるため、 この役自体を採用しないこともある。八千杉海三木人鷲は,は、天なこれらのルールは、台数を増やすためにネットマージャンや三人マージャンで、よく採用されている。ありがとうございます。